れ戦うんじゃないかな。そうじゃないと芸術は変えない。絶対変わるって思ってるからやるし、もう本当命がけなんで、じゃないとロンドン来てないし。当たりました、ビザ。ロンドンに順調に手続きすれば行けます。やったぶちかまします。嬉しいな。大変です。まず言葉が大変だし、全部何もかも違うし、コロナすごいことになってしまって、ロックダウンにもなっちゃって、展示会ゼロ、見るチャンスもゼロ、とにかく何もなくなっちゃってるんでしょ。来てもう5ヶ月ぐらい経つけど、ロンドンが機能してたのって1ヶ月ぐらいしか多分なくて、今までの人生で味わったことがないぐらい辛かったし、なんか言葉の壁に本当にぶち当たってしまってね、すごい孤独をすごい感じてた。精神的にちょっとおかしくなっちゃって、自分の人生どうなるんだろうなとか、辛いなっていう方が多い。でも自分には絵もあるし、音楽もあるから、生きてきたっていうか。アジア人差別とかが多くなったってニュースで報道されたりしてたけど、正直自分の身にも結構怒ったりしてて、それでもなんか負けたくなくて、世の中のこういう状態になったとしても絵は描けるし、絵描くのやっぱ楽しいんですよ。この10年でいろんなことがあって、ショーのこととか自分の作品の価格が上がってチヤホヤされたりとか、そういうものに目もくらませるたくないというか、ロンドンに来たら誰も自分のことなんて知らないし、無名なわけですよ。もう一度再スタートなわけで、もっとピュアに作れるっていうか、いつも自分はゼロに戻したいっていうか、ちょうどいいんですよ、イギリスに来るぐらいの方が。やっぱそうじゃないとね、かっこいい芸術家になんてなれない。国内でもてはやされたりとか、そういうぬるま湯に浸かったようなところにいたくないんです。自分は大して才能がない人間だとずっと思ってるので、すごい悲しい状態であろうとね、書き続けなければ、どれだけ無駄だとか不要不急とか言われても、自分の人生になきゃダメなんですよね。自分の力で展示とか個展をやりたいという気持ちも大きくて、ロンドンで帰ってきた絵を一気に展示してみたいなって。全部 100% 自分の空間っていうものを作った個展をしたい。ここでもう戦うって、もう覚悟しないと負けそうになるから、人生の中で一番チャレンジだなっていうのは正直あるな。ピンチな時っていうのは捨てになれるっていうか、こっちはほとんどの生活は元に戻ってるみたいな感じです。はい、していただいて、すごくいいな、すごい可愛いな。今からこれを街に貼りに行きます。なんでこんなにいろんな国があんのに、どの国も同じようなギャラリーなんだよってずっと思ってて、ホワイトスペースだからどこもかしこももっと自由度があるところがいいし、ギャラリーやるぞってなった瞬間から楽しくなったかな。ロンドンで一番のギャラリーにしたい。
か来てくれたり、ここよく通る人とかが来てくれたり、自分のギャラリーのためっていう人はやっぱほぼいなくて、だんだんファンになってくれるっていうか口コミで来てもらえるようになってきたんですけど、すごいギャラリー作るのってもう本当に半端なくお金かかったんですけど、なんかとにかくでかいことがやりたいっていう。エリアなので勝率がギャラリーも ものすごい数で、この辺のエリアってだからものすごい刺激になる。その自分のことを知ってくれてないからこそ熱心に見てくれない人が多かったんですよね、最初は。やっぱりで全然人来ない時もやっぱあったし、だから結構ずっと一喜一憂してた。なんか保証がないと安心できないっていうかさ、そういうものにうぬぼれたくないんだよね。賞を取ったとか、この間何位になったとか、そんなんで何がわかんだよってもうずっと思ってて、ここに来る人たちっていうのはそういうのが全くわかんない状態で来るわけですよ。Your art is amazing. Thank you. I want to still appear on this July, like, you know. Yeah. I have to go back to Japan this summer, so I have to go. Yeah. その英語がわからない最初少し怖かったんです、コミュニケーション取るっていうのが。それはどん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 やっていくうちにやっと慣れてきた感じはしましたね。半年ぐらい過ぎて、今日は大盛況です。まず15分で閉店でしたが、今日はすごい人も見てくれましたので、何かを始めましたっていう人がいたりして、何かを作りたくなって作ったとか、頑張りたいことに向かって頑張るみたいなことをやってくれる人がいて、それはすごく本当に嬉しかった。なんか自分はそういうものになりたいから、なんかわかんないけど人生の何かがカチッと転がる、なんかそこまで行くものっていうのが本当の芸術作品だと思うんですよ。なんかみんなのことを思うと自然と涙が出るのが答えっていうか。Okay, then, Thank you. 嬉しい。会えなくなっちゃうの。寂しい。ダメだ。なんか自分みたいなまだまだ英語がダメな人にすごいあったこと接してくれて、いっぱいプレゼントももらって、あの実は彼が一番最初に来てくれたお客さんで、プライスピンキーボーです。はい、ありがとうございます。超夢が自分のギャラリーをオープンすることだって。終わりました。終わった。やっぱり自分の人生でも絶対忘れないことだから、これ、頑張って本当によかった。まさかこんなに最後人が、今日はすごい
絵描いてて本当に良かったの。かっこよくなって戻ってきますんで必ず。待っててください。本当にありがとう。寂しいけど行きますよ。なんかすごい悲しくなってきた。あー、なんかすごい分かりがたい気持ちになってきちゃった。泣きそう。もう出発だって感じですが、次も出発だよ。Nana, you're closing. Yeah, I have to close it. So I have to go back to Japan. Very sad. なんか今さっきも話しかけてくれてさ、いつの間にやらななって覚えてくれてる人いたなとか、なんかただ取り掛かって。でもノーリーズンでここまで来たから、人にどう言われようとさ、突き進めばさ、絶対どうにかなるって証明できた気がする、ちょっとだけ。でも、イギリスに来て、これをやった自分のこと褒められるっていうか、ギャラリー作りは本当にね、誇りですね、全部。もっともっとすごい、やばいことやるぞって。あー、Thank you! Thank you so much for long time! Was it successful, your gallery? Successful! 生きてるのが一番よく言いたいじゃん。だって生きてんだから。じゃあ次はテッドモダンで。テッドモダンに死ぬまでに絶対行ってやる。絶対有言実行する人生にしたいんで、止まんねえよって感じ。寂しいな、でも。ファースタトゥー Really? いやー、忘れたくないし、もうこれで食っていくって一緒に言いたいからやる。もう1、2、自分の人生だしね、これでやんなかった方が後悔するし。わあ、本当にこれだけでずっと食っててやるって。ロックンロールだ。パーフェクト。すごい寂しい気持ちも大きいかな。すごいロンドンとか街が好きだったから、あとここイーリングに住んでて、なんかだんだん顔なじみの人も増えたし、なんか自分が思うアートとか芸術ってやっぱどれだけはみ出すかだと思うの。イギリスの人の方が人の目をそこまで気にしてない感じがすごい心地よかったかな。自分はこうやって生きてるんだって、そういうこと日本でやるとさ結構バカにされてきたから、そういう風に生きてもいいんだぞってなんか後押しされたような気もした。なんかリバプールで行きました。キャバンクラブっていうビートルズが初めてライブした場所で、本当にここでかき鳴らしてたんだっていう実感を自分はもらえたのがもうめちゃくちゃ感動して、マンチェスターはとにかく自分がもうオアシス大好きで、そういういっぱい労働者階級とかのクラスの人から出たバンドが多くて、うちも全然お金とかない家に生まれて自分なんて何もなれないとか思って、だってビートルズとかさオアシスとかさギター一本で人生変えてるわけじゃないですか。すごい最悪な人生どうにもなんねえかもしれないっていう状況でも、その絵の具とかギターがあれば人生変えれるじゃん。泣きそう。本当に来てよかったって言える今日で本当よかった。最初の1年は正直もうこれ人生で一番きついわって感じだったんだけど、いい2年間だったなと思うし、もうない、何もない、なんか寂しい。今日が本当に最後、本当ほぼすっからかんになっちゃって、すごい寂しい気分にいる。でもなんかやっぱりこっからもう世界と
戦う決意っていうかさ、日本だけでとどまんねよって進みますよ。自分の信じてるものだけ、自分の本当にやりたいことだけでどうにかしてやるぜって、世界を揺るがしてやるぜってぐらい大きい、やばい芸術家になりたいなって思ってます。